目方種太郎タから1926年9月10日は、日本の政治家、官僚、法学者、裁判官、弁護士、貴族院議員、国際連盟大使、数密顧問官、男爵、専修学校の創始者の一人である。また、東京音楽学校創設者の一人でもある。幼少から、昌平坂学問所で漢学を、改正所で数学と漢学を学び、 神道と呼ばれる。16歳で、静岡学問所英学世話係から英語後等教授に就任する。その後、藩の名で上京し、大学南校に入学。在学中、イギリス留学を命じられるも、アメリカ留学を願い、大学南校第一回国費留学生となる。目方が渡米した1870年に、米国にいた日本人学生は37人いた。 留学先のハーバード法律学校では、キリスト教徒であることという必須条件に意を述べ、入学許可を得る。卒業して帰国後に、文部省で務め、留学生監督として、再度渡米している。帰国し、退職後は、司法省付属大原人や、貴族院議員として活躍。横浜税官庁、大倉省主税局長、数密院顧問官などの要職を歴任した。 東京弁護士会会長も務めた。また、1904年の第一次日韓協約では、日本政府から派遣されて、韓国の財政顧問を務めた。1920年に、ジュネーブで開かれた国際連盟第一回総会で、目方は、石井菊次郎、林権助と共に、国連大使の一人として、A、普通、と並ぶ、理事国日本を代表した。かつ回収の三女。 いつ子は、目方にといだ。その関係から改修は、先週学校に、立蔵高鬱の戸鴨聖行俗令、高志将校の聖も、国体風という言葉を送り、学生を激励した実録も有名である。子に、目方綱春、鉱山正大、長井岳大。岳大は、外交官の長井アーレキサンダーにといだ。墓は、東京の池上本文字、法名は、 本悟員殿伝、人志譲る微守大古事。目方タは1880年9月に相馬長谷、田尻根次郎、小牧厚倉と共に専修大学を創設した。実質的に日本最初の私立経済法律学校となる。当時、東京で法律学を教える専門学校は東大法学部と司法省の法学校の2つの管理学校に過ぎず、 東京大学では英語で英米法を教え、司法商法学校ではフランス語でフランスの法律を教えていた。先修大学の法律家は初めて日本語で法律学の各学科を組織的に教えようという画期的なもの。また、近代経済学の専門教育課程を組織的に教える学校は、官、公、私立問わず日本にはなく、 日本で初めて開校された近代経済学の学校となった。日本の教育界に新風を吹き込むものだった。また目方は音楽教育の回祖としても称えられた。東京音楽学校創設の基礎を築く。サイト米中に東京音楽学校初代校長の伊沢修二と出会い、日本の音楽唱歌を欧米の音楽と同化させようと共に研究を続けた。日本では 学校教育に音楽教育が取り入れられなかった時期で、1878年、伊沢修司と連名で、音楽教育の意見書を文部大臣に提出。米国で支持したルーサーホワイティングメイソンに働きかけ、後に、メイソンは来日、日本での音楽教育の発展に貢献した。ありがとうございます。